はい、今回もまたやばいやつですね。誰ですかと問いたいね、お前たちに逆に、冗談アイブかな。能力微妙っすね。スピードがあるとサイドアタッカーなんかな。あ、サイドアタッカーなんですね。知らねえ、冗談アイブ95年。あー、でももうあれやな、今バリバリでやっててもおかしくないっていうか、逆にバリバリじゃないともうやばいっすよね。誰なんでしょうか、ジョーダン・アイブさん。名前はかっこいいよね、ジョーダン。現在は、イングランド5部でやってますと。エプス・フリートっていうね、5部でやってますと。終わりましたと。ポジション右ウィンガーと。イングランド代表歴ないと。絶望やな。この年で5部はもう終わりやな。もう終わりやわ。もう完全にキャリアアップ望めませんと。5部はひどいな。もともとは、チャールトンのユースと。ほんで、リバプールのユースに移籍してきて、リバプールで昇格しの。でも、すぐにバーミンガム、ダービー、ボーンマス。で、またダービーとも点々としてやな。どこが最多勝か分からへん。そんなレベルじゃないと。で、トルコに行ったと。で、トルコもすぐ帰ってきてると。で、今、イングランド5部と。やばいよね。プロ通算221試合。やば。プレミアリーグ119試合4ゴール。絶望的じゃん。これはきついな。もう上がりようねえじゃんっていう感じかな。いや、これではちょっと他のリーグも行かれへんな。メジャーリーグサッカー無理やし、スコットランドに行くぐらいが精一杯じゃない？ちょっときついよね。J リーグでもさすがに厳しいよね、これじゃね。はぁ。老け込むような年じゃないけど、もう28歳で5部か。来年ラストイヤーじゃない？ちょっときついよね。南野とかやってないんかな、一緒にね。